cosas también. Mira, ya, acá hay que no lo puedo ver, no lo puedo ver. Lo que me cae, te lo quiero. No me lo puedo ver. Viernes. なお駅を巡っていこうっていうお話でございます。ちょっとね、とりあえず名古屋駅の中を観察していきたいわけですけど、今回は高島屋とかあの辺は行く予定がないので行かないんですけど、一応名古屋駅の中にあるそのなんちゃら通りの辺を一応巡って動画として残しておきたいなっていうのがあるので、左側から行こうか。あれ、高島屋に行く予定は全くない。高島屋に、ね、一応個人で言ったわけなんですけど、なんか、今回言ってましたのがね、めっちゃ綺麗なんだよ。そして俺、絶対迷子になるんだよ。さて、時計台の方か。で、なんか、何駅の時ってあんまりね、強すぎてまだあんまり分かってないんだけど、一応ね、うちの地元の特産品があの店が1個あったからびっくりしたんだけど、どうしてあげるの、発展途中めちゃめちゃ美味しいクリーム売ってるとこあるんだけど、あれね、まあ自分の地元はものの話ですけど、ほら、めっちゃうまそう。まあ一応駅の中を探索しようっていう感じだからな、これ。まあ大体あとはこんなもんです。ということでね、反対方向も行ってみたいと思います。反対方向に回すべきか。ちなみにもうちょっと見たら、名古屋駅のとこのあれなんていうんだろう、時計台があるわけですよ。この辺って言ったらいいんだよ。名古屋駅のさっきこの動画で名古屋駅入ってきた方向じゃなくて反対方向から入ってほしい。だけど1本目の動画になってるのかなって思うんですけど、ブランド街の方から入ったここに、ね、ちょうど左手にメアリーの出てたんですけど、このね、時計台なわけですよ。なのでレゾが来てんです、そこを入れてよという、ね、
片隅前とか15分ぐらいあるからね、怖いよね。GA とユニクロがほぼセットで、まあ大体俺めぐったんだけどね、この場合。あとね、この辺、ここをくるっと回って、そこでまあ、この動画は一応終わって、あと1本か2本撮るんかなって感じです。多分1本かな、撮っても。レストランが映ってるするみたい。いや、なんとなくこれ。動画のスタグラムは初めてなわけですよ。初めてでもないけど、ね、こういうとこ行けるのは初めてなの。なかなかに、難しいよねって思っております。雑いんだけど、まあ、そんな感じのイメージを持っておりますけど、俺は。うわ、インドカレー店がある。負けられたらどんどんスポンって、どんどんとかスポンって寝るとなっちゃうからな。へぇ、ということでね、ちょうど回りきったっぽいので、ここで動画を終わります。